We'll be right back.
回った。それ、うん、横向いてね。あ、かっこいいだよ、うん、あ、いいよ。はい、次言えば。待って、まだ。あ、トーマは、うん、まだ、うん、あ、もうトーマ前後ろ逆やわ、それ、うん、トーマ、ママにやってもらっていいの。自分でできる。ママできた、うん、オッケー。でら、かっこいいだよ。横向いてみ。はい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 、オッケー。はいよ、次トーマ、なんか一言言ってくか。うん。あ、何？うん、嬉しかった、買ってもらって。よし、よかった。誰に買ってもらった？おじいちゃん。おじいちゃんに。あ、そうか。え、全部でね、13,420円。デラ、いっぱい、高いやん。15,000円いった？いった。いった。ほんと、ちょっと並べ、お前ら。トーマ、あの、帽子がかぶってない。あ、あ、あ、いいよ。ちょっと、どういう状態？よし、かっこいいわ。どう？嬉しいの？嬉しい。お前ら、あ、誰に買ってもらったんや？おじいちゃん。あ、そっか。うん。明日は何やんや？野球。その後は空手。トーマ、下がれ下がれ。あ、もっとい下がれ、お前ら。文字下がれ、全身映らんげ。あ、分かったよ。頑張ってこいよ。うん、はい、応援しとるで。はい、じゃあクリミナルマインド見ようか。クリミナルって、クリミナルマインド見ようか。何それ？あの、外人のテレビ、うん、見ない？見る。シャワー浴びてから。うん、今な。よし、じゃあ見たらすぐシャワー浴びるぞ。分かった。はい、買ってもらった。あ、ありがとう言っとけ、じいちゃんに。あ、カメラ見て。あ、下がれ下がれ、じいちゃんにありがとう言っとけ。はい、あ、せーの、ありがとう。じゃあ何、誰誰、何を買ってくれてありがとうやろう。はい、せーの、おじいちゃん、ヘルメット買ってくれてありがとう。天才、お前ら、やっぱり。あ、もう一回、もっと元気よく、滑舌よく言え。トーマ、元気よくな。せーの、ヘルメット、おじい、ちょっと、おじいちゃん、おじいちゃん、ヘル、おじいちゃん、ヘルメット買ってくれてありがとう。よし、じゃあ自分で言えよ。せーの、ヘル、せ、あ、おじいちゃんから言え。せーの、おじいちゃん、ヘルメット買ってくれてありがとう。
はい、トーマ、腹から声出せ、ありがとうって。おじいちゃん、ヘルメット買ってくれてありがとう。おしです、ありがとうって最後に大きい声でね、みんなでせーの、ありがとう。はい、トーマだけおじいちゃんって言った。おじいちゃんありがとうな、せーの、おじいちゃんありがとう。よっしゃ、はい、クリミナルマインドセットしてくれ。はい、いいわね、どれ？あ、どれか分からない。そう、どう、どれどれ見せる。トーマなんか眠った。え、これ。四、五、六、七。七。どれだ？どこに書いてある？七見ろ。四、七、四、どれだ？四、五、六、七。六、七。あれどこにあるの？見てないやつを探せ。見つけてないやつを。見つけてないやつ。そこにあるか。そこの4枚の中で4はどれ？4これ。は？4はこれ。5は？5はこれ。6は？これ。そしたら7どれになるんだ？これ。そうだね。ここ見てた。ああ、そこ見たらあかんわ。全部4に見えとるがよ、お前。そういう時はお前全部違うところも見るようにしろよ。うん、自分が間違っとると思って。はい。わかったな。うん。確認って大事やろ、ユーゴ。パパ、トーマ、ほとんど気づいた。おー、やるね。ヘルメット嬉しいからずっとかぶったまんまやないな、あんた。ユーゴ兄ちゃん。あら、きつい、きつくなっちゃった。これでいいの、パパ。ほら。どれどれ、入れた？入れた。オッケーオッケー、完璧。あ、お前らちょっと並んで座れよ、ビデオ回りながら見とるで。でもいいよ。むちょちょ、トーマ向こう行け。あ、トーマ、あ、そこにあるの。英語でいい？ダメ。いいよ。え、ママ、本当はこれ外国人なので？これ全員外国人やれ。やっていけないならやめればいいがやな。え、その3人はさ、もうさ、見つけたの？あ、見つけたよ。最後死んでまった。時間だ、青木。誰だと思ったの？あ、それ見たかった？うん、今の話。ねえ、もういいやろ、これで。これで、じゃあ、自殺したの？自分で。うん？自殺したの？悪いことしたら死ぬしかないわな。どうやって殺されたの？殺されたかな、殺されてないかは、まあ適当やもんね、今のは。向こうが好きになってくれなかったら、ゆっくり死ねればいい。大丈夫よ。そんなこと気にしてたのか。こうしなきゃダメ。今までに何度も話したの。おい、でも、あるのか。母さん見て、あなたがもうすぐ見てたよ、もう一回見てた、見た、ゆうどっちにいたの。
おい三段がもっともっと、はいいは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 い。おもろいやんけ。はい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 。おもろいやんけ。はいどうも。はい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 、やれよ。せーの、はい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 、ふいーすふいーすはいふいーすはいふいーすふいーすふいーすはふいーすの顔、ふいーすの顔、おもろいやおもろいね、マンマ。おはよう、失礼。おい、テレビ見とけ、見るなら。顔が、顔が半分なかった。なきゃね、お前今作ったやろ。じゃあトーマね、半分だってちょじってじってた。誰の？トーマの？トーマの？いやトーマが切ったの。じゃあリキもうちょい火ついて。オッケー。トーマとついて。なんとかいく？いいよ、パパつけて。なんやって、お前らが喋っとるもんでビデオ回しちゃったの。おいじゃな。はい。バイバイ。はい。バイバイ。また今度ね。うん。また今度ね。はい、じゃあビデオ。やるよ。やるよ。赤パパ。赤。JJ 入ってるね。うん。本当だ。JJ 今。ああ、今変わったよ。ウィンストン・チャーチル曰く、人間社会にとって最高の美徳が生まれ育まれ保たれる場所は間違いなく家庭だ。はい、コーヒーの写真が変わってこの女になったんだよね。両親のジェットなし、二人とも喉を切られてます。暴行の跡がなし。効率のいい殺し方を選んでる。本当のターゲットは別だから。名前がターゲットじゃなくてケイト、10歳の女の子。そうね、アンバー警報は今朝7時に出ました。半径650キロまで潜伏可能だ。これ俺、これ俺、これ俺、これ言うわ。発見者は誰？これお前、これ俺、これお前、誰や俺、トーマ。これ言うわ、これ言うわ。30キロに住む性犯罪前歴者のリストも現わないと。これやだ。あ、リキあれ。あ、あのひょろいやつ。違う、こいつじゃない、これ。あ、トーマもこいつ。ユウがこいつ。あ、こいつじゃない。お前こいつやわ。あのえ、あのジジイがさ、あのリーダーなの。あのジジイ、あのジジイがリーダーじゃねえって。あのかっこいいやつがリーダーやって。ほんと、俺がリーダーや。じゃあユウがリーダー。一緒に運転してる時に車がね、一緒に跳ねたいって言ったんだって。たまらんね。ヒデカです、よろしく。侵入は裏口から。目撃者や物音を聞いた人はなく、警察犬も何も嗅ぎつけなかった。犯人に俺の顔より面白い顔できるか。せーの。中でもちょっと道を外れたら何日も迷うようなとこだから。犯人は誰にも見られずに獲物をじっくり観察できた。ここが街中なら気がつけたものだ。侵入の手口は稚拙だな。ガラスを割って鍵を開けただけ。女の子は無事ですかね。動機によるね。テイル家の周囲は田舎道と短いストリートばかりですね。大通りまでの距離は5キロほどです。じゃあ狙いを定めてきたな。ベイツファンター。なんだい。テイトの父親はもうすぐ来る。すぐ会わせてください。アリバイの裏取ったって言ったろ。あの人じゃない。犯人を知ってるかもしれない。分かった。気になる。よし。余裕ないよ。
それが元凶ね。モンクさん、目を調べた方がいいって。だから視力の問題じゃなくて、この目で確かに見たんだ、その航空機らしきものを。だとしてもモンクさんが見たと思ってるだけかも。ほんで切り替えスイッチが 1,2,3 個アウト。配線も焼けてるし、部品買い込みで300ドルだね。あ、参ったな。で、見たと思ってるって何？あの UFO を、うん、あのナタリー、モンクがさっき UFO 見たやん。文句、うんうん、でもナタリーは見てないが、うん、UFO はそうそう、でナタリーは UFO 自分は見てないから、本当に UFO 見たみたいな。見た、トーマ UFO 見た？見た、さっき見た、見た、見てない、見たでしょ UFO、 見てない、 UFO 見てないのお前。見てないの。あ、じゃあちょっと UFO 見ようか。それはかわいそうやな、うん、UFO 見とらんかったらこの話何のことかわからんや、うん、そっか。ちょっとここはもういいよね。ここいいやろ。ここ見る？バッテリーじゃない。あ、ここ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 。ジーターホースは同じこと何度も聞かないで。はい、助け呼んで。県外だって。じゃあ入るとこ探してよ。あっ、その次に。ナタリー見てないやろ。うん、もうほら UFO、 UFO、 ほら UFO、 UFO だ、持ったやろ今 UFO、 見てみて、ほら、ほれ UFO って言えばよかったのね。あ、そうそうそう、 UFO って言わんかって、ほれ。でもナタリーは見てないんだよ UFO、 そうやろ。でナタリーは見てないからここに始まる。マンズ最初に天気圏が行かれた、それが元凶ね。モンクさん、目を調べた方がいいって。だから視力の問題じゃなくて、この目で確かに見たんだ、その航空機らしきものを。だとしてもモンクさんが見たと思ってるだけかも。ほんで切り替えスイッチが 1,2,3 個アウト。配線も焼けてるし、部品代込みで300ドルだね。あ、参ったな。で、行ってきます。あ、明日最短で。すみません、この辺に空軍の基地あります？空軍の基地あるとは言えん、ないから。あ、じゃあ気象だよ。ない、パターゴルフのコースならできたけど。こんなことをお聞きしたのは。別にどうでもいい。昨夜何か飛んでるのを見たからなんです。その浮遊してたっていうのかな。浮遊って空飛ぶ円盤？円盤じゃない、そんな。ええー、そうです、そう、確かに円盤っぽかった。バカみたいだね。ええー、や、俺は幽霊見たし。あ、そうですか。何？それとは別だから。本当に見たんだ、納屋にいる時。そうね、はいはい。円盤は本物で、幽霊は嘘だっていうのか。違うってことを、私と君は。私は、あ、暮らしをここで建ててる。頭脳労働ね。俺はバカってことか。違う。そんなこと言ってない。頭悪いから車直せねえ。そんな、待って待って、ねえ、あの、その、ブーンさん、この人が言いたかったのは、ほら。そう、車が直せないとは言ってない。君は車通だ。俺は車通だって、今そう言ったのか。さあ、覚えてないな。いいだろう、見積もり変更800ドルにする。そんな、さっきは300ドル。足し算間違えたんだよ、こんがらかっちゃってさ。俺ちょっと弱いから、ここがな。今書面にする。謝って。ああ、ごめんなさい。私にじゃなくてあの人によ。なんで？バカ呼ばわりしたから。だって言っていいことと悪いことがあるでしょ。人間には感情があるんだから、あんなこと言われたらどんな気持ちになるか考えてみて。彼の身になって、もし自分が彼だったらと。もし彼なら、うん、まずシャワーを浴びて高校を卒業するね。ごめんなさい。いや、こちらこそ。現金しか受け付けません。
お前らにはちょっと難しかった。難しくない？トマ難しかった？難しくない？あ、じゃあ行こうか。ドライヤー。ケム、ナタリーです。あの、今日の研修会行けそうにないんですが。かまんよ、また次にしよう。どうかしたのか？ええ、ちょっと。どうした？車が故障したんです。モンクさんも一緒で、ネバダ州のビントンビルって町で。聞いたことないな。地図にも載ってないと思う。どこが故障した？わかりません。町に一人しかいない整備士さんにすっかり嫌われちゃって。モンク元気か？どうでしょう、 UFO 見たとか言ってて。 UFO？ モンクのふるさとから来た迎えかもな。私も同じこと言った。警部、本当にそうだったりして。UFO なんかいないよ、覚えとけな。知ってる宇宙人。心配でたまらないの。そのようだね、ドリー。いつもと違うの。テレビは嘘ついとるからな。どっちがいるの？え？嘘ついてるやつと嘘ついてないやつ。そうそう、テレビっていうのは嘘ついてるやつと嘘ついてないやつがあるやん。冗談でピタッと。うん。本当と嘘がいっぱいあるでよ。気をつけとけな。うん。4日も家中真っ暗。だからあれやぞ、お前、俺いつも言うやん。嘘分かるようにしとかなあかんぞっていつも言うやん。だから自分が嘘 ついたらかんのだよ。そしたら嘘分からなくなってまうぞ。分かるな。ちいちゃん毎日に来るって。ちいちゃん1時に来るって。あと1時間半かかる。早くないって。遅いって。相変わらず相変わらずしんちゃん遅いって。俺からしたら1時間半、うん、もうかかるの。うん、遅いだろ。まあ、はよ。まあ、それでも、映画は間に合うで大丈夫だよ。映画は全然間に合うから。映画は3時半にやるもんね。うん、映画は3時半。アベンジャーズ日本語かな。おもちゃ買いに行くときは、お前ら、映画見た後に見に、おもちゃ連れてってもらえよ。うん。わかった？うん。おもちゃ買いに連れてってもらうんやったら、映画見た後にしろよ。はい。どうも。だから、映画見る前に行くと荷物になるで。あ、そっか。確かにな。なろう。荷物になるって。買う気満々や。しんちゃん、おもちゃ買ってくれるもんな。うんうん。だからもうおもちゃ買ってくれるって言ったら買ってもらえや。うん。な。うんうん。だからお前ら3人で行ってこいよ。うんうん。じゃあ、だからしんちゃんに1000円あげる。1000円あげんでいいって。逆にもらってこいって。1000円。1000円。なあ。だからなんか お金はもらわんでいいもんで、うん、あれやって。おもちゃ買ってもらえなら買ってもらえ。はい、映画終わった後にしろよ、でも。うん、おもちゃ買ってほしいっていうのは。うん、分かった？分かった。うん、あ、まあ、リキのラジコンってどこに？車。あ、車、車。車持ってかんで、あ、ラジコン持ってかんでって。どうも、ラジコン見てたい。しんちゃんに見せるの？うん。車から取ってきとけよ、じゃあ。リキは大丈夫。うん、分かった。ちょっと、文句見ようか。うん。いいよ、再生して。ママなんて変でしょ。マージはそういう子だ。3年前だってリノにアコーディオン奏者と駆け落ちしたし。すみません、少々お待ちを。緊急事態なら別ですが。あ、いえ。よかった、だって緊急事態は手に負えない。留守にするなら郵便物私に頼んでから行くはずよ。バタバタ飛び出してったんだよ。カートの乗せがって、あのマージのことだから。様子を見にお家に入れない。そこまでする理由がない。たった4日じゃねえ。君のジェッピンピー乾杯一キロかけてもいいが、来週マジはひょっこり戻ってくるよ。新しい彼氏かタトゥーでも入れてね。放っておけば大丈夫。やきもきしなさんだ。みんな人のことを放っとけないたちでね。だからここを離れない。さて、どうされました？モンクです。エイドリアン・モンク。ああ、モンク。昨夜アシスタントと一緒にモントビルで結婚式に出て、バイバイ。うちに帰る途中で車が故障したんです。 1.5 キロほど北にある橋で。ウエストクリックはしね。バイバイ、バイバイ。あるちゃんとカッコつけてやれって原曲は。せーの、バイバイ。モンクさんのこと出てるわよ。カイル・ラーキンが妹殺しを認めたって。バンからあれだけ証拠が出てきたら認めるしかないでしょ。
アルミホイル軍団はまだうちの外にいる？少しね、あとは帰った。手伝おうか？いや、いい、大丈夫。ほこり払うだけ。掃除してないから、この2、3…時間？いや、何してんの？別に。シャツめくろうとしたでしょ。いや、まさか。なんてこと、私におへそがないと思ってるんだ。そんな、まさか。